レザー製、キャスターボードレザー製、キャスターボードキャスターボードとは、前後に自在車輪機構を一つずつ備えた二輪構成のスケートボードの亜種。前後の板にトーションバー機構を連結した製品、また樹脂製ボードで一体成形された製品がある。2000年代に韓国で考案された S ボードが製品化されたキャスターボードの始まりとされている。同じにウィール、 にキャスター機構の製品は他にも様々なメーカーが製品化しており、台湾の JD コーポレーション参加のキックスクーターブランドである JD バグ社の J ボードシリーズ、レザー、USA 社のリップスティック、リップサーフが販売されている。米国での特許は S ボードを展開するスロービーが取得しているが、日本での特許は J ボードを展開するアトラスオートが取得している。 なお、日本では、リップスティック、リップサーフをはじめレザー、USA 社製品の正規輸入業者である、ラングスジャパンは、レザー、USA 社と同じ、キャスターボードとして、同シリーズを販売をしているが、リップスティックシリーズの一部を輸入販売しているビタミンアイファクトリーでは、リップスティックを、ブレイブボードの商標で販売している。トーションバータイプ、足を置くデッキが前後に分かれており、 各デッキの底面には、インラインスケート用のウィールを備えたキャスターが、後方に傾けて取り付けられている。前後のデッキは、トーションバーで連結されており、トーションバーを軸にして、デッキをひねることができる。ワンボードタイプ、樹脂製の一体成形されたボードで足を置くデッキが、前後に分離されていない。トーションバー機構部品が備わっていないため、トーションバーの役割を成形形状で作られている。 ウィールについては、ボード前後の底面にインラインスケート用のウィールを備え、キャスターもトーションバータイプと同じく後方に傾けて取り付けられている。キャスター機構、トーション機構による走行、キャスター機構、トーション機構により、足を地面と平行にしたまま前後車輪を左右に振るだけでチクタクと同様の前進ができ、 左右の足を別個に傾けることで前輪と後輪を独立して操舵することができる。その一方で通常のスケートボードのように片足で地面を蹴って進むことは難しい。また特殊な機種を除いて交代走行も不可能となっている。ありがとうございます。